こんにちは、研究連携支援センターの春山康夫と申します、本日サンプルサイズ設定について説明させていただきます、どうぞよろしくお願いいたします。本日の内容は、スライドに示した通りでございます。解剖学の徳田教授のご講演のビデオをすでにご拝見した先生方々は、サンプルサイズは審査する項目の一つであることが分かります。まだ私は近年多くの臨床の先生から臨床研究に関するご相談を受けました。その内訳から見ると投稿後の査読意見に対する対応のうち9割以上はそのサンプルサイズとその根拠でした。まだ特定臨床研究試験に関する研究計画書のご相談の内容は統計解析の方法のほか必ずサンプルサイズとその根拠が含まれています。今後、学内の倫理審査、そして科研費などの申請などの場合は、サンプルサイズの設定は避けられない項目だと思います。昔は RCT、つまりそのランダム化比較試験は、サンプルサイズの計算が必要な項目となりますが、最近、すべてのその介入研究、そして、観察研究まで、サンプルサイズの計算が、必要となります。上のその3つの研究はそのサンプルサイズの設定は不要です。これから、先生方研究者の皆様はぜひ研究を企画すると同時に、サンプルサイズも不可欠なかあの項目の一つであることを、考えて、いただきたいと思います。そのためには、本日、なぜそのサンプルサイズとその根拠が必要なのか、どうすればそのサンプルサイズを計算するかについて説明させていただきます。まずその世界のコンセンサスを、取っている根層声明と、ストービー声明の中に、介入研究にしても、観察にしても、そのリポーティングの同時に、そのリポーティングとは、私の理解、としては、その研究費の申請、まだはその倫理審査のためのその研究計画書、あるいはその、論文を書くときに、ということです。つまり、研究計画書と論文の中に、必ずそのサンプルサイズがどのように、決められたか、説明しなければなりません。先生方々は、ぜひ、コンソート声明とそのストービー声明の項目をご参考しながら、研究計画書、まだはその論文を、書いていただきたいと思います。そもそもなぜそのサンプルサイズが必要となるか、まず事例で説明したいと思います。例えばその臨床研究のその、過程ですけれども、新しい抗圧剤、A 剤に効果あると証明したいの場合、高血圧の患者に対する新しい A 剤
を投与し、従来のその抗圧剤、微剤と比較する研究を、まあ、企画するわけです。そのためには、下記の A と B というアプローチがありますので、皆さんはどのアプローチを取りますか？ A、従来の微剤により新薬 A に効果があることを示す証拠を挙げる。B、従来の微剤と新薬の効果ないことに反対の証拠を挙げる。どのアプローチを取りますか？実は、医学の分野は、B という方法を、よく使われています。で、この方法は、勤務仮説と言います。A という仮説は対立仮説と言います。1940年、ドイツのカル・ヘンベンのカラス説が大変面白いので、ここを用いて説明したいと思います。なぜその医学分野は一般的その勤務仮説を使う理由はここにあります。まず上の方なんですけれども、すべてのカラスは黒いというその仮説なんですけれども、この仮説は対立仮説と言います。この仮説を証明するためには、A カラス、B カラス、世の中のすべてのカラスは黒いという証明しなければならない。その場合は、対立仮説はその反証されやすいという決定があります。つまり、例えば1羽のカラスは白いであれば、その対立の仮説は、採用することはできません。その反対に、すべてのカラスは黒くないという勤務仮説があります。この仮説の理論的の推論は以下の通りなんですけども、まず、カラスは黒くない仮説ですけれども、しかし、我々見かけたのカラスは黒いです。つまり、実際に黒いカラスの割合が多いという事実があります。もちろん、たまに黒くないカラスも存在するが、その黒くないカラスの確率は非常に低いです。例えば、ピーチは 0.05 以下。あるいは、ピーチは 0.001 以下。あるいは、その万分の1、10万分の1以下。ということになります。ちなみに、その白いのカラスは、突然のその変異によって、たまに白いカラスもあると言われています。まあ、そうすると、そのカラスは黒くないという仮説は捨てることができます。つまり、やはりカラスは黒いと言えます。これは勤務仮説、つまりカラスは黒くないという仮説を棄却し、カラスは黒いという判断はできる推論であります。先ほど申し上げましたけれども、医学の分野はこの勤務仮説を使うのは一般的の方法です。それでは先ほどの臨床研究の事例に戻ります。新薬 A と従来の B 剤の差はないという勤務仮説を採用するのは一般的になります。で、実際その研究を行い、測定したのデータは右の棒グラフになります。一見 A 剤、
のその高圧の効果は B 剤よりあるか、本当あるかないのか、それは検定することが必要になります。もし新薬の A 剤の高圧剤用は従来の B 剤より効果あるの確率が高く、効果ないの確率は少なく、つまり P 値は 0.05 以下であれば A 剤の効果があると言えます。じゃあ P 値とは何か、P 値、ここのそのキム仮説の場合はその両群、その群間ですね、両群の差はないという、仮説した場合は、観察されたの差が偶然に、まあ、出現する確率と言います。 0.05 以下の場合は100回のうち、もう5回以下は偶然に出現する。 0.01 の場合は100回のうち1回以下のは偶然に出現するということになります。 0.001 以下の場合は1000回のうち 0.1% 以下の可能性ですね、偶然に出現すると。これは募集団なんですけれども、我々測定する、つまり研究するのは標本と言います。理論上はその、研究の場合はその100回ですね、同じ、のその、抽出方法で、測定してい、くんですけども、そんな研究は、もちろんほとんどできないので、もちろんその必要もありません。すでにその数学の専門家はこのランダムで抽出した場合、つまり100回同じのその抽出方法で測定したの場合の証明はすでにできていましたので、つまりその偶然のその出現率は 0.05 以下であることは、そのキム仮説は棄却することができることを証明はもうすでにできたんです。繰り返しますけれども、医学分野は P 値 0.05 未満を用いていることは、その皆さんご存知の通りでになります。P 値に関するのそのアメリカのその統計学会のその声明文があります。いろいろ書いてありますけれども、最後のその一行ちょっと見ていただきたいんですが、P 値そのもののみでモデルや仮説に関するエビデンス、良好な尺度を得られない、というがあります。つまり、P 値だけを見ると物事を決まることは、あまり良くないというのは、この声明文の、書いたの内容と考えられます。 P 値はつまり確率ということなんですけれども、医学分野ですね、0.05 以下であればそのキム仮説は棄却し、その有意差は認められるということになります。つまり、P 値は有意の水準、まだはその危険率とも言います。もしその P 値は 0.05 より高いの場合は、そのキム仮説は棄却できないので、その差は有意に認められないということになります。先ほどの事例ですけれども、
意見、その、エーザイというその高圧の効果ですね、微剤よりあたよに見えますけれども、実はそのピーチに影響を与えるの因子はいくつあります。一つはその差ですね、この2群の差、もう一つは、SD つまり標準偏差ですね。で3番目はその N の数つまりサンプルサイズと言います。差についてまず見てみましょう。両群のその、差、今回はその血圧ということになりますけれども、もし、この差は1mmHg の場合は、もしそのピーチは 0.05 以下であっても、臨床上はその 1mmHg の差はの意味ですね、つまり臨床上のその意味は、ありません。その場合はその差は必ずその臨床研究においてその臨床上のその意味のあるの差を得る必要があります。血圧の場合はせめて5mmHg がその、ないと、臨床上のその意味はあるの差と、言えない、は一般的のその認識が、あります。もう一つ、その標準偏差なんですけども、標準偏差小さいほどその良い差は、認められやすいので、一般的その先行研究から例えば血圧測るの標準偏差どのくらいで、戦後研究から、調べれば、分かると思います。つまり、両方の差とその標準偏差一定すると、そのピーチに影響するのはそのサンプルサイズになります。でサンプルサイズは、大きくほど、有意差は認め、安くなりますので、もちろんサンプルサイズ小さいほど、その良い差は、認められにくくなります。つまり、臨床研究においてはそのサンプルサイズは、非常に重要であることが、ここで分かります。これからサンプルサイズとピーチの関係性を説明したいと思います。上の方ですね、A 剤と B 剤、それぞれ10人の患者のうち7人の効果があって、 B 剤の方が4人の効果があって、7割、4割、その差は30割、3割、と言いますけれども、検定の結果はピーチは 0.178、というのはこの2つの群の、差は優位に認められませんでしたということになります。ここは皆さんぜひご注意していただきたいのは、多くの臨床研究はそういう形になっていることが忘れないでいただきたいです。つまり研究の後に例えばこの 30% の差は臨床上に意味あるの差と仮定するならば、今回それぞれ10人の患者さんを使って有意差は認められませんでしたということになると、つまり、そもそも論なんですけれども、研究計画の時、なぜ、
サンプルサイズは足りなかったのかということがよく言われます。じゃあ下の方はどうですか。それぞれの群において、まあ、30人の、その、まあ、患者さんを、まあ、増やして、それぞれの群は効果はと前の方変わりません。 70%、40%、 その差は 30%。 そして検定の結果は P 値は 0.007 というのは、A 剤と B 剤のその30% の差は優位に認められましたということになります。というのは、この例から、皆さん、分かると思いますが、その差を一定すれば、あとは、まあ、そのサンプルサイズは、P 値に影響する大きなその、まあ、因子となります。ただし実際の研究においては、まずその10人をやってみて、そして、まあ分析して、あ、有意差なかった、じゃあこれからもう少し、患者さんを増やして、有意差まで、まあ検討しましょうというやり方は、基本的その倫理的の違反になりますので、ぜひ、やらないでください。ここはあくまで皆さん説明するために、この、まあ、家庭の事例を、まあ、紹介したわけです。サンプルサイズはそのP値に影響を与えることを分かるので、必ず研究の前にサンプルサイズを設定することが必要になります。今までその P 値ということは、まあ、危険率と言いますけれども、その 5% ですね、設定するのは一般となっています。これはもう一つ言い方は、第一種の過誤、つまりアルファエラーと呼んでますけれども、差はないのに誤って良い差はあると判定することですけれども、これは読みすぎということになります。実はその第二種の過誤、ベータエラーがあります。その反対ですけれども、差はあるのに誤って差はないと判定すること、つまり見落とするの、まあ、危険性もあるということですけれども、一般的にその場合は有意水準、またはその危険率ですね、20% と設定します。そこで、まあ、検出力、検出パワーとも言いますけれども、1マイナスこのベータエラーですけれども、つまり1マイナス、まあ、80%、0.8、あるいはその 90% 0.9 ということなんですけれども、検出パワーは 0.2、 または 0.1 と設定することが、まあ、よくあることです。で、検出力とはその差はあるなる、あるならどの程度正しく検出することができるかという意味です。もう一つ基本 の、 その概念なんですけども、両側検定と片側検定の話に少し説明します。例えば新薬 A 剤の効果と B 剤の効果イコールではないということになると、これは両側検定になります。正規分布の場合はそのそれぞれの片側は 2.5% ということなので、これは両側検定と言います。一方、片側検定とは新薬
A 剤の効果は、B 剤の効果より大きいということなんですけれども、こっちでも可能性ありますけれども、つまり片側ですね、の 5% なんですけれども、両側検定より片側検定の方は、検出しやすくなるという点があります。ただし、医学分野は、基本的にその両側ですね、の検定を使うのは一般的です。もちろんその、片側検定も、ありますけれども、一般論として両側使われているのは、ぜひ皆さん、していただきたいと思います。これからその、サンプルサイズの計算をどのように計算されるか説明いたします。まずその標本のサンプルサイズのその、簡便なその公式ですね、手計算なんですけども、紹介したいと思います。有意水準は 5%、検出力は、80%ということになりますけれども、量化検定、という、仮定、ですけれども、対応内の T 検定の場合は、あるいはその外事情検定の場合は、この計算式で、計算することはできます。で、標本サイズは、つまり16割標準化されたの差の事情ということなんですけれども、標準化された差というのは、この対応内の危険点と開示上検定の場合は、その計算は、それぞれ違います。で、対応内の危険点の場合は、その臨床的に意味ある平均値の差、例えば先ほどその血圧の場合は、せめて、5mmHg 以上という差が、設定するのは、一般的なんです。もちろん先生方 の, そ, のそれぞれの研究は研究期待されるの差は、先後研究またはその仮定することが、あると思います。その分母の方はその観察値の標準偏差ということなんですけれども、これは公表された先行研究の情報を利用するのは、一般的となっています。開示上の場合は、そういった計算式から、標準化されたの差を、求めることが、可能になります。それではその、サンプルサイズの計算 の, その事例を紹介したいと思います。例えば先ほどの事例なんですけれども、高血圧患者さんに対して、新しい高圧剤 A 剤を投与し、従来の高圧剤 B 剤と比較したい、平均血圧後の違いを検証することで、介入群と解消群の必要な人数を、求めようということで、先後研究の血圧の標準偏差は9である。そして 5% の有意水準と80% の, その検出力、量側検定を、仮定するということで、先ほど の, その計算式を、入れると標準化された差は、0.556 ということで、分子の方は臨床上の意味あるのその差ということですね。分母の方が、公表された観察値 の, その標準偏差とのぐらいということです。そしてその標本サイズはイコール16、割その標準化された差 の, その事情ということで、計算した結果は、52ということです。ということで、介入群 A 剤と対象群 B 剤はそれぞれ、最低限は52が必要となることになります。じゃあ比率の場合はどうなるか、サンプルサイズ計算のその例の過去にということになりますけれども、
まあ、肩関節周囲、まあまあ、よく五十肩と言いますけれどもの治療において、ヒアルロン酸関節内に、まあ、注射の効果をその物理療法と比較する、臨床的に重要なその、二群眼の治療成功率の差は、少なくとも、まあ、25% であることが、まあ、分かっている。その最も治療成績が悪い群の治療の成功率は 40% としましょう。そしてその両群の患者さんは、何かということですので、まあ、同じ 5% の流出以上 80% の検出力量化は決定ということで、まあ、先ほど使ったその計算式で、結果としては、64になります、ということで、薬物治療群と物理療法群はそれぞれ最低限は、64が、必要となります。ここで皆さんは必ず疑問が、まあ、あります。そんな面倒くさい その計算はそのやっていくことできるかということなんですけれども、まあ、実際は、まあ、我々今そういったその計算ソフトをですね、使ってサンプルサイズ計算するのは一般的なんです。世の中たくさんその計算ソフトがありますけれども、私よく使われる2つソフトを紹介したいと思います。1つ目は Power and Sample Size Calculation という略語 PS という、まあオープンソフトなんですけれども、これはその、アメリカのウィンダービルト大学から開発された、オープンソフトなので、この、そのアドレスから、まあ、ダウンロードすることができます。まあ、ホームページでその、サンプルサイズ計算ソフト、そして PS というキーワードを入れれば、必ずその無料でダウンロードすることができます。で、まあ、ダウンロード後に立ち上がって、ここにコンティニューに、クリックすると、次の画面が出てきます。先ほど その計算 その、まあ、事例といいますけれども、まあ、両群の血圧のその、まあ、差ということなんですけれども、まあ、T 形成ということになりますけれども、ここ、サンプルサイズ、というそのを計算したいということで、あとはパワーとかね、あとはその、他のその大体のその、方法を、まあ、選択できますけれども、サンプルサイズの場合は、サンプルサイズを選択し、そして、ペアなのか独立した T 形成なのかということで、まあ、今回はこれは独立の T テストなので、インディペンデントを、まあ、選んで、そして、次のその、まあ、ここに入ると、そしてそのインポートですね、それぞれのそのここの中に、入れなければならないんですけれども、これだけ見るとこれ何と思いますけれども、もし分からなかったら、この青いのどこでもいいんですけれども、クリックするとその説明が、出てきます。例えばアルファになるとそのタイプ1のエラーということで、つまり、まあ、0.05 ということになります。あとはパワーというのは先ほどその、まあ、0.8 までは 0.9 という設定 に、まあ、になります。デルタというのはその集団の中 その、まあ差ということなんですけれども、ここはつまり、臨床上意味あるの差を、求められます。
で、シグマというのは、2つ の, その、まあ、群 の, その標準偏差ということですけれども、これは大体、先行研究から、情報を得ることが、できます。N というのは、まあ、2つの群に対して1対1なのか1対2なのか、そこを、まあ、臨床 の, その研究に応じて、まあ、設定することに、なります。そして、まあ、ここ中にそれぞれ、まあ、入れることになります。そうするとこういう状況になります。アルファの場合は 0.05、 その検出力は 0.8、 そしてデータはその2分の差ということになります。で、シグマはその、群 の, その標準偏差、そして N は対象群とその受験群の人数 の, その、まあ、比率ですね。1対1なのか1対2なのかということです。それぞれ、入れれば、先ほどそのここは O ですね。両群 の, その血圧の差は、O という、仮定するんですけれども、群 の, その標準偏差は Q ということを入れる。で、そして N は、一般的にはその1対1の場合は、まあ、1入れるということになりますけれども、そうすると、こっちの、キキュレーティス、まあ、計算のところに、クリックすると、次の結果が出てきます。これはつまりその、方法にその記載する参考になるなんですけれども、まあ、先ほどその、まあ標準偏差は、まあ、9、血圧は9ですね。そして受験群とその、コントロール群ですね、その差は5ということで、そして、まあ、それぞれの群においては、52人が、まあ、必要ということなんですけれども、もし論文書くのときは、この、文章ですね、全く同じは必要ありませんけれども、参考しながら、論文に記載し、することが、できるということになります。そしてその、この PS ソフトを、利用して、どのくらい の, そのサンプルサイズが、もしそのもちろんその一定 の, その臨床的 の, その意味のある差を、まあ、仮定して、そしてどのくらいのサンプルサイズが必要になると、まあ、検出パワーは 0.8 が必要なので、つまり、まあ、50、ここはまあ先ほどもすでに計算されましたけれども、まあ、52人あたりのところが、パワーは 0.8 ということになりますけれども、で分かります。もう一つ皆さん説明しないといけないのは、我々のデータは必ずその正規分布となっているわけではないんですけども、つまりその正規分布を近いほど、そしてその標準偏差は、まあ、下げるほどサンプルサイズは、自社することが、済むことができます。一つ事例は、例えば心筋梗塞患者さんのその後 の, そのリハビリため の, その、日常の消費カロリーですね、1週間どのくらいをしたということなんですけども、従来 の, その、まあ、データからの分布を見ると、まあ、偏っていることが分かります。もしこの場合そのままサンプルサイズを計算すると、まあ、それぞれ、72人の、必要となります。で、両群は、6を、のその差ですね、6を、取っていけば、その分布を見てみますと、まあ、正規分布はもちろんまだなってないんですけども、まあ、正規分布に近くなっていることで、サンプルサイズは、まあ、51名に、なるんです。この2つに比べると、つまり正規分布の場合はサンプルサイズは少なくで済むということが分かります。
もし、まあ、前後の比較ですね、つまり、対応あるの時点で押したいの場合は、アルファとパワーは、全く同じなんですけども、まあ、デルタのは入れるのは前後の差ということになります。そしてシグマは前後の差のその SD、 つまり標準偏差を入れることにして、まあ、計算を押すと、そのサンプルサイズが、まあ、出てきます。率を使った場合はどうなるか、まあ、これはまあ、2つの大きなその、まあ、デザインがありますけれども、1つは、まあ、ケースコントロール研究、もう1つはその前向きの研究、いろいろ選択が、あります。でケースコントロール研究の場合は P0、P1 の場合はつまり対象群の暴露因子の割合、P1 はその事件あるいは観察群のその暴露因子の割合、N はその、まあ、対象群と遅延群 の, その人数の、まあ、比率ということになります。でもし前向き研究の場合は、対象群その P0 は対象群のアウトカム の, その割合で、 PH はその遅延またはその観察群のアウトカムの割合ということです。 N は同じなんです。で、先ほど の, その、まあ、補充型 の, その事例になりますけれどもアルファと、パワーは同じく、入れて、P0 は、まあ、0.4、つまり、基本的のその、まあ、例えば物理療法の、まあ、効果でも、4割あるということです。そして今回はその薬の効果ですね、まあ、25% まあ、以上あるということを仮定すると、まあ、有効で、判断するんですけれども、まあ、0.65 というのを入れると。で、まあ、1対1ということになると、まあ、ここに、計算を押すと、ここの61名ということになります。確かに先ほどその手計算すると、61ではないので、その後で説明しますけれども、計算のその式、あるいはそのサンプルサイズの計算のそのソフトによって多少ここの人数が、まあ、異なることも、あることを、ぜひ知っていただきたいんですね。全く同じの場合もありますし、まあ、少し違い、ということもあると思います。その場合は私の経験から基本的、まあ、人数多いの方を採用した方がいいかなと思いますので、ご参考まで、ご参考していただければいいと思います。もし、コックスヒリハザードモデルを使った場合は、もう少し複雑になりますけれども、アルファとパワーは、まあ、まあ、0.05 はこれ基本と同じなんですけれども、まあ、ここは 0.8 なのか 0.9 なのか、まあ、先生方の研究によって、まあ、設定するんですけれども、M1 と M2、ここのそのいろいろ、まあ、入れなければならないんですけれども、ここのそのまあ、コックスヒリハザード、あるいはその、まあ、生存、ですね、の分析、になると、こういったその先行研究から調べる必要が、あります。M1 は対象群の生存期間の中央値、M2 は事件または観察群の生存期間の中央値、そして A はその患者をリクルートするの期間が必要あります。F はリクルートした最後の患者さんの後の追跡期間が必要あります。N は先ほど同じように対象群とその遅延群の人数の比率なんですけども、
ここなんですけれども、事件群と対象群のハザード比、つまりその相対リスク、なのか、そのハザード比なのか、そこをその選ぶことが、まあ、必要があります。ここはその2つ の, その生存期間なのか、ハザード比なのか、相対リスクなのか、そこにまあ選択する必要はあります。つまり、あるはそのイコールその N2 割 N1 の場合も、まあ、あるということは、まあ、分かると思います。で、ほとんどはその、これはその時間ということなので、これは年なのか月なのか日なのか、バラバラになるといけませんので、必ず時間の単位を統一してください。この事例の場合は月ということなんですけれども、ここのその、まあ、書いたですね、その時間の単位、年でもいいし月でもいいし日でもいいし、ただし統一した時間の単位を入れてください。その他もう一つその、まあ、サンプルサイズを計算するできるソフトを紹介したいと思います。EZR というまあ、あるソフトの、その、自治体の先生を開発したそのソフトなんですけれども、統計解析もできます。そしてそのサンプルサイズの計算もできます。このホームページで、フリーでダウンロードすることも可能ということなので、もしよかったらぜひ使ってみてください。このソフトを立ち上がれば統計解析というメニューの一番の下の方、必要なサンプルサイズの計算というこれたくさん、ありますので自分あったそのサンプルサイズですねの計算方法を、ぜひやってみてください。先ほどのその PS ソフトをまあ比較して、見てもいいと思いますので、もし、違うであればサンプルサイズ多いの方を、まあ、選んでいただければいいかなと思います。最後ですけれどもサンプルサイズに関するいくつのその注意点を説明したいと思います。まず1点目はその研究の倫理のその遵守することがとても大切なんです。サンプルサイズの計算は研究、まあ、臨床研究も当然なんですけども前に行うことはとても重要です。今までその計算の事例の中にはそのまま計算したされたのそのサンプルサイズなので計算されしたそのサンプルサイズ必ずその中に脱落者が出てきますので一般的には計算したサンプルサイズプラス脱落者、まあ、大体 10% から 20% で見積もっていただければいいかなと思います。まあ、先ほども話しましたように計算式あるいはその計算ソフトですによってそのサンプルサイズは多少、まあ、違う場合もあることがぜひご理解していただきたいです。そして5点目については臨床研究の終了の前にはあの差あるかどうかについては解析はしないというのは一般的であります。まあ、途中解析して、やっぱりそのサンプルサイズ足りない、これからその追加していくということは、基本的にその倫理 の, その違反になりますので、まあ、できる限りにはまあ、やらないでください。サンプルサイズ少なくても、有意の結果出た場合はどうなるか。あるいはそのサンプルサイズ多いの場合、有意の結果出た場合はどうなるか。
これはまあそのまま受け止めてでよろしいです。別にそのサンプルサイズ少ないから良いさ出たということはまあその言えないということはないと思います。あとはその特集のそのサンプルサイズの計算、まあ統計ソフトもそうなんですけれども、その全てそのサンプルサイズ計算はできていないので、まあ、必要の場合はぜひご相談ください。以上です。ご清聴ありがとうございました。